ナンバーアンダーラインアイの GO とミュージックビデオが6000万再生を突破。ファンの喜びとともに FNS 出演を祝う。3200万再生突破。ナンバーアンダーラインアイのボーンが新たな記録を樹立。ファンとともに祝うダブルの喜び。GO と公式ミュージックビデオが6000万再生を達成し、ファンの歓喜は頂点に達しました。 FNS 出演の日に同時に祝うことができるというこの出来事は、さらに大きな喜びをもたらしました。彼らのデビュー曲、GO とは、ただの曲以上の存在であり、ILIs、e yes、にとっても特別なものでした。この偉業を達成するためにファンたちは全力を尽くし、彼らの成功を心から喜んでいます。6000万回再生という数字は決して小さくなく、これは彼らの才能と努力の証です。 ファンたちは、ナンバーアンダーラインアイの成功を自分たちの成功として感じ、一緒に祝うことができることに大きな満足感を抱いています。彼らの音楽はただ聴くだけでなく、心に響き、日常の中でエネルギーと希望を与えてくれるものです。さらに、ボンも3200万回再生を達成し、ダブルの祝福がもたらされました。この成功は、 彼らの音楽がいかに多くの人々に愛されているかを示しています。ファンたちは、これからも彼らを応援し続け、さらなる高みを目指して共に歩んでいくことを誓っています。彼らの音楽は単なる娯楽ではなく、人生の一部となり、ファン一人一人の心に深く根付いています。ライブでの一体感や、共に喜びを分かち合う瞬間は、ファンにとってかけがえのない経験です。 彼らの成功はファンの努力の結晶でもあり、この瞬間を迎えることができたのはファンの支えがあったからこそです。彼らの音楽が広まり、多くの人々に届くことを願っています。彼らの才能がもっと多くの人々に認められ、さらなる成功を収めることを期待しています。彼らの音楽は世界中の人々にインスピレーションを与え続け、未来への希望を抱かせてくれることでしょう。 次は FNS 音楽祭でのパフォーマンスが待っています。ファンたちはその日を心待ちにし、彼らの成功を再び共に祝うことを楽しみにしています。彼らの音楽の旅はまだ始まったばかりであり、これからも素晴らしい瞬間が待ち受けています。ファンとして彼らの成長を見守り、応援し続けることができることに感謝しています。音楽業界では、 常に新しい才能やグループが登場し、その影響力を広げていきます。しかし、その中で特に注目を集め、急速に人気を博しているのがナンンバーアンダーアダラインアイというグループです。彼らのデビュー曲 GoTo が YouTube で6000万回再生を達成し、ファンや音楽愛好者の間で大きな話題となっています。この成功の背後には何があるのでしょうか。そして、 彼らの音楽はどのようにしてここまで多くの人々に影響を与えたのでしょうかこの記事では、ナンバーアンダーラインアイの成功の背景とその意義について深く釣りしていきます。まず、ナンバーアンダーラインアイがどのようにしてこの驚異的な再生回数を達成したのかを考えてみましょう。彼らのデビュー曲、g o トは、その独自のスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで瞬く間に多くのファンを魅了しました。この曲は、 彼らの音楽的才能だけでなく、情熱や努力が詰まった作品です。その結果、ファンは曲を繰り返し聴くことで再生回数を積み上げ、さらに多くの人々にシェアすることで彼らの音楽を広めていきました。さらに、彼らの成功にはファンの支えが欠かせません。ファンたちは、SNS を通じて彼らの音楽を広め、応援メッセージを送り続けています。 このようなファンの熱狂的なサポートがあってこそ、ナンバーアンダーラインアイはここまでの成功を収めることができました。また、ファンイベントやライブパフォーマンスも大きな役割を果たしており、直接的な交流が彼らの絆をさらに強固にしています。このようなファンとの強い絆は、ナンバーアンダーラインアイの音楽が単なるエンターテインメントではなく、ファンの人生に深く関わっていることを示しています。彼らの音楽は、 聞く人々にとって希望やインンスピレーションを与えるものであり日常の中でのエネルギー源となっていますライブでのパフォーマンスはその一体感や熱狂を共有する場となりファンにとってかけがえのない体験を提供しています次に彼らの音楽がどのようにして多くの人々に影響を与えているのかを考えてみましょう彼らの音楽は単に耳に心地よいメロディーやリズムを提供するだけでなく そのの歌詞やメッセージが聞くく人々の心に深く響きます例えばゴートの歌詞は夢を追い求めることの大切さや挑戦することの意義を訴えていますこのような普遍的なテーマは多くの人々に共感を呼び起こし彼らの音楽が広く受け入れられる要因となっていますまた彼らの音楽ビデオも大きな影響を与えています視覚的に魅力的なビデオは 曲のメッセージをより強く伝える手段となり、視聴者に強い印象を残します。彼らのビデオは、芸術的な表現やストーリーテリングの要素を取り入れており、見る人々を引き込む力があります。このようなビデオは、曲の再生回数を増やすだけでなく、ファンの忠誠心を高める効果もあります。No. Underline I の成功は、彼らの才能や努力だけでなく、 戦略的なななマーーケティンングやプロモーションも大きな要因となっています彼らのレコードレーベルは SNS やストリーミングプラットフォームを活用して彼らの音楽を広めるためのキャンペーンを展開していますこれにより彼らの音楽は迅速に広まり多くの新しいリスナーを獲得することができましたまたメディアへの露出やインタビューも彼らの知名度を高める一助となっています これらの要因を総合すると、ナンバーアンダーラインイの成功は偶然ではなく、計画的で綿密な努力の結果であることがわかります。彼らの音楽は、才能と努力、ファンのサポート、そして戦略的なマーケティングが融合した結果として、多くの人々に受け入れられています。これからも彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、影響を与え続けることを期待しています。さて、 これからのナンバーアンダーラインアイの挑戦について考えてみましょう彼らの次なる目標は1億回再生を達成することですこの目標を達成するためにはさらに多くのファンを獲得し彼らの音楽を広めていく必要がありますまた新しい楽曲やアルバムのリリースも重要な要素となります彼らの音楽が進化し続けることでファンの期待に依頼 新ししいリスナーをききつけるることができるでしょう。さらに、国際的な成功も視野に入れる必要があります。彼らの音楽はすでに多くの国で聴かれていますが、さらに多くの国や地域での認知度を高めることが求められます。これには、海外でのプロモーションやツアーが不可欠です。彼らの音楽が国境を越えて広まり、多くの人々に愛されることで、 真のグローバルスターとしての地位を確立することができるでしょうナンバーアンダーラインアイの成功は音楽業界全体にも大きな影響を与えています彼らの成功は新しいアーティストやグループにとっての希望の光となり夢を追い求めることの重要性を示していますまた彼らの戦略やマーケティング手法は他のアーティストやレコードレーベルにとっての参考となり 業界全体の進進化を促進しています。最後に彼らの成功の背後には多くの人々の支えがあることを忘れてはなりませんファン家族友人そして音楽業界のプロフェッショナルたちの協力とサポートがあってこそ彼らはここまでの成功を収めることができました彼らの音楽の旅はまだ続いておりこれからも多くの挑戦と成功が待ち受けています 私たちは彼らの成長を見守り、応援し続けることが重要です。彼らの音楽が私たちに与える喜びやインスピレーションを共有し、共に彼らの成功を祝うことができることに感謝しています。そして、彼らの音楽が未来に向けてどのように進化していくのかを楽しみにしています。最後に、これからの目標として1億回再生を目指し、さらに高みを目指していきましょう。 彼らの成功を信じて、これからも応援し続けることを誓います。皆様、共に彼らの音楽の旅を楽しみ、彼らの成功を祝うことを続けていきましょう。